エーシントップは、日本の競争馬。馬名の由来は、冠名頂上を目指して突き進むこと。主な勝倉は2012年慶応杯2歳、ステークス、2013年新山記念、ニュージーランドトロフィー。デビューは6月17日の阪神競馬場の芝戦400メートルの2歳新馬戦で、花を切りそのまま逃げ切って一番人気に応えるとともに、デビュー戦を飾る。 次の中京を2歳ステークスも逃げ切り勝ちをした。3ヶ月半の休養を挟んで迎えた、慶応杯2歳ステークスは5番人気だったが、最後の直線から抜け出して、無傷の3連勝を飾った。しかし朝日杯フューチュリティステークスは思ったほど伸びず発着に、敗れて初めて土がついた。明け3歳の初戦に選んだ1月6日の、新山記念は花を切り、 そのまま皇族の追撃を振り切り重傷2勝目を飾った。4月6日のニュージーランドトロフィーでは、後位キープから最終直線で抜け出し、レッドアリオンの追走を首差を抑えて重傷3勝目を挙げた。しかし NHK マイルカップは直線で前の馬に進路をカットされる不利があり7着に敗れた。東京優秀は距離適性の都合により回避し、3歳馬では、 リアルインパクト以来となる安田記念へと向かうも17着に敗れた。夏は休養し、スワンステークスで復帰したが、で遅れが響いて12着。ダート初挑戦となった下月ステークスでは2着に3、4馬審査をつけて優勝した。一番人気に支持された兵庫ゴールドトロフィーは5着に敗れた。ネギステークス、 フェブラリーステークスといずれも二桁着順に敗れた後、芝に戻り高松の宮記念に出走。15番人気の低評価ながら逃げ粘り4着となった。その後は大敗が続き、2015年12月のカペラステークス15着を最後に現役を引退した。引退後は、北海道浦河町の栄心牧場で種ボバとなる。引退後は、 英心牧場で種ボバとなった。2019年から2020年までイーストスタッドでつなぎをされていた。2020年11月、鹿児島へ移動となっている。以下の内容は、netkeiba.com およびジャビスサーチに基づく。ありがとうございます。